高いですけど、最初の押し始めに比べるとだいぶ、まあ、押しやすくなった感じですね。いいぐらいな感じに持ってきましたかね。最初痛かったですよね。腰もなんか結構ね、硬いから気になるところではあるんですけど。軽く特殊で叩きますね。力入りますね。動きにくいね。動きにくいですね。確かに。すごい魚、本当に。めちゃくちゃ抵抗する。もう置くことすらなんか 寝たきりの、なんか 抵抗すごいっすね、こわばりが。寝てても寝れてないんじゃないですか、なんかもうゆっくり休めてないんじゃないですか。そうですね。多分いつもどっかしら力が入った状態になっちゃってるように思われますよ。この状態だと寝ても寝れてないっていうか 彼が取れないと思う。トイレも近いからあんまり熟睡もできないし、そっか。そうなんですか、普段から。なんかね、夜だけ、夜間頻尿ですか。そうそうそう、で1時間に1回トイレ行くから、それ異常じゃないですか。そうなんですよ。それも含めてやっぱちょっと病院行った方がいいですよ。それちょっとなんかおかしいと思います。そんな、だって夜起きるって言っても2、3時間に1回とかですよ。1時間に1回はめちゃくちゃねえ、ほとんど出ないでしょ。ちょこっとだけですよね、1時間だとね。そうなんですよね。日中は別に4、5時間平気なんですか。でも普通の人より近いですね。おしっこね、我慢する習慣つけた方がいいですよ。膀胱炎になりません？なんだろう、5、6時間とか空けちゃって行きたいのに我慢すらよくないんですけど、まだ1時間しか経ってないのに行きたいから行くとかいうふうにしてると、どんどんその膀胱の柔らかさがなくなっちゃうんですよ、溜める機能が。だからなんか別のこと考えたりして、我慢して溜めていくようにして、その溜められる膀胱にする訓練というか。
あ、行った方がいいのかと思って行ってました。いや、やりそれもうキリがなくなってくると思いますよ。もっとちょこちょこなるような気がします。いや、水族館行った時の、水の音がするだけで行きたくなって、ああそれ言ってました。それあのテレビでも言ってましたけど、そういう人いるんですけど、そう、あのそこに意識が向きすぎてるのと体がもうそれに反応しやすくなってるので、うん、だからそれをやめる訓練っていうか、我慢をする訓練して溜めていくとか、その気をそらすみたいなことができるようにしていかないと、ああ間に合わなかった、漏れちゃったみたいなことにもなりますよ多分。ああ、じゃあなるべく昼間は我慢する、そうですね、夜もなんか腹痛くて眠れなくなっちゃう。それ行った方がいいですよ病院本当に。あ、本当にそれやばいっすよ、1時間に1回とか。それ完全病人ですよ。うん、なんかどっかしら常に渋滞だから、あんまり。あとなんかストレスでもなるって聞いたから。まあそうですね、そうですね。でもあとなんか雑菌とか入るじょ安い状況じゃないですか。多分その伺うに本当ですよ、ね、それが炎症を起こして影響が出てるかもしれないし、抗生物質とか飲んだ方がいいのかもしれない。あ、確かに。それはちょっとちゃんと見てもらって、ね、ちゃんと対処していった方がいいです。病院だとその我慢する方法とか教えてくれないと思うんですけど、うん、私テレビで見たのは人の名前を逆さに考えるみたいな、はい、だからなんか桃派だったら葉桃みたいな感じでなんかだんだん長くしていくみたいな、はい、結構考えてると時間が過ぎるので、うん、そうそう、あの我慢ができるっていう自信をつけていったりとか、そう必要みたいですよ。あ、だって生活どんどん不便になるじゃないですか。そうなんですよ、生理痛重たいし頻尿だし、なんか毒な仕事できないだできないできない、それじゃあちょっと生活に支障が出まくっちゃうからそうなんです、ね、なんか対策した方がいいですよ。ちゃんと体変えないとまずいですよ。仰向けですね、はい、はい。もうちょいベッドの端っこに頭のてっぺんが出るぐらいに。あ、そうですね、はい、もうちょいだけ上かな。あ、その辺、その辺、その辺です。はい、すいません。ね、そんなこと前言ってなかったですよね。最近ひどくなったんですか。頻尿ですか。なんかね、治ったり再発したり。ああ、でもそう、一回なっちゃうとなりやすいっていうのありますよね。そうなんですよ。うん、おまけにドライマウス気味だから水もよく飲むんですよ、ね。はい、ああ、なるほどね。でも飲んで出して飲んで出してっていうの。そうですね、長時間の我慢は良くないですけど、うん、うん、あまりちょこちょこ行くとそれはそれで良くないですね。ああ、そうなんだ、うん、ちょっと気をつけてみます。うん、なんかちょっと調べてみてください。あの、お医者さん行くのもそうですし、うん、あのなんかどこだっけな、その過活動膀胱とか、うん、はい、っていうワードで出てくると思うので、対策とか症状とか、はい、だから、改善するようにした方がいいと思います。結構女性に多い症状なので、うん、テレビとかでもやってるんですよ、ね、だから、うん、見ていただくといいと思います。あ、確かにちょっと調べて、うん、幸いにもベッドがトイレに近いからだからだみたいな確かにねでもそれだとね、家から出るとね、ちょっと何かとね、うん、そうなんですよね、うん、もうちょっと顎から上げていただいてもらっていいです。はい、そうですね、確認してください。なんか足のだるさどうですか。はい、よかったです、はい、のとこ
の硬さがあると多分呼吸が浅くなっちゃってるので、うん、それでまあ肩こるとか、うん、やっぱり疲れ取れないとかにもつながっていると思いますね、うん、なるべく空気のきれいなところに行っていただきたいなと。そうですね、まあ、今から実家行くんで。あ、そうなんですね。リフレッシュしてきます。はい、リフレッシュ。え、うさぎさんはどうなっちゃうんですか？大丈夫ですか？うん、見てくれる人がいる。すぐ帰るんで。ああ、そうなんだ。明日になったら。はい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 。くすぐったい。あちこちくすぐったいですね。確かに忙しいです。痛かったり。あ、ちょっと辛いね。じゃあちょっとお腹温めましょうか。いいですかね。大丈夫ですか。痛い。はい。あ、痛い。あ。今くすぐったいぐらいですからね、顎がね。はい。良くなってたのにね。あ、そうです、ね、確かに、ね、だいぶまた良くない方に行っちゃいましたね。いや、確かに。
ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。